被なんかの弁護士資格ね、えー、司,法司法資格を取って、まあ、弁護士になったらどうか。これ、弁護士の年収推移です、ねえー。ぐんぐん落ちていってます。ね、この、えー、平均、ね、平均所得というか、回答が、アンケートをして回答があったね、えー、平均所得なんですけど、まあ、以前、平成19年ぐらいはね、1400万届こうかというぐらいのね、えー、所得層にいた人たちも、まあ、ぐんぐん下がって、今や、 普通のサラリーマンの平均と言われているところよりも下に普通に入ってきています。しかも年収2 300万当たり前というのがね、今の弁護士の給料の実態です。日本最難,最難関の資格ですからね、これ、弁護士資格ね、本当取るの大変でしょうけど、これ取ったところで所得を上げる効果はほぼなしと。勝負する場所を日本に限定すると、優秀な人でも、 生きるのに必要な額を稼ぐのは難しい。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには 回り道をせず最短距離で稼いでほしいそんな思いで輸出サポートを提供しています今のあなたが大した努力もせずに稼げる力を稼げる仕事を見つけてそれを突き詰めるのが成功率の高い稼い方ですだから日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです 私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています Amazon がオーストラリアで Amazon プライムを開始しました日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきますここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てくださいサポートを受けた会員さんの実績やまたどんな商品でね、えー、差額が取れるか 日本,日本の何倍でオーストラリアで売れてるか、まあ、そういう情報を載せています、まあ。これ今、ワードプレスの記事ではなく、ね、YouTube 動画で見てる方は説明欄の、えー、リンクをクリックして、えーここ、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上テンバーアカデミー堀秀夫です